皆さんこんにちは。今回のトピックは Find Objects of Type メソッドの高速化についてです。Unity の API の一つに Find Objects of Type というものがあります。これはシーン中に存在する指定された型のオブジェクトをすべて列挙するというメソッドです。例えば Find Objects of Type、Box Collider などとすればシーン中の Box Collider をすべて列挙することができます。ただこのメソッドはおそらく皆さんご想像の通りかなり負荷が高いです。便利なんだけど負荷が高くて使いにくい。開発現場によってはこのメソッドを使用禁止にしている場合もあるみたいですね。そんな Unity における重たい関数の代表格でもある Find Objects of Type なんですが、なんと最近のバージョンの Unity においてこれの高速化が行われました。ただ高速化にあたって挙動が若干変化するので、既存の実装を置き換えるのではなく、新しいメソッドを追加することになりました。それが Find Objects by Type です。名前がほんのちょっと変更されていますね。オブタイプがバイタイプになっています。また引数としてソートモードが追加されています。ソートモードには2種類のオプションが存在します。なんとインスタンス ID です。インスタンス ID を使うと検索結果はインスタンス ID を使ってソートされたものになります。従来の Find Objects of Type と同じ結果を得たい場合はこのモードを使うようにしてください。何の場合は、ソートは行われず、検索結果の順序は不定になります。インスタンス ID の場合と比較すると、ソート処理が省略される分、動作の高速化が期待できますね。さて、ここまでの説明で、おやと思った人もいるかもしれません。そうなんです。従来の Find Objects of Type は、結果をわざわざインスタンス ID でソートしていたんですね。これ、マニュアルにも書かれていない隠された仕様なんですが、検索結果の一貫性を保つためにインスタンス ID によるソートというのが実は行われていました。このソート処理のために挙動が重くなってしまっていたというケースも中にはあったと思います。アンドキュメンテッドな仕様なのでこっそりソート処理を削除して高速化しようという案もあったんですが、安全性を考慮して別のメソッドとして提供することになりました。それでこの高速化によってどの程度処理が速くなるのか皆さん気になりますよね。手元の環境で試したベンチマークの結果がこれです。左は簡単なテストプログラム、右はテストトラックテンプレートを使って計測したものです。正直なことを言うとこの結果を見ても詳しいことはちょっとよくわかんないですね。検索結果の個数が多いほど高速化の効果が得られているようなそうでもないような微妙な感じです。ただ全体的に速くなっていることは確かで、単純なケースでも 10% から 20%、 極端なケースでは 40% など良好な結果が得られています。結果はまちまちだけど速くなるのは確実なのでとにかく使うべきって感じですね。ここまで紹介してきた Find Objects by Type は対象となるすべてのオブジェクトを列挙するメソッドですが、この他に単一のオブジェクトを返すメソッドもあります。一つは Find First Object by Type で、もう一つは Find Any Object by Type です。Find First Object by Type は従来の Find Object of Type と互換性のあるメソッドですね。インスタンス ID の一番小さいオブジェクトを返します。これもアンドキュメンテドな仕様なんですが、わざわざソートしてインスタンス ID を特定していたんですね。当然ソートの負荷も発生していました。これに対して Find Any Object by Type ではソート処理を行わず、とにかく最初に見つけたオブジェクトを返します。当然ながらこちらの方が動作としては速くなるので、なるべくこちらを使うことをお勧めします。最後にこれらのメソッドが使用できる Unity のバージョンについて説明します。今回紹介した新 API は現時点でサポート対象となっている Unity の全バージョンにおいて使用できます。具体的には Unity 2020.3.4、 2021.3.18、 2022.2.5 においてそれぞれ追加が行われました。これからリリースされる 2022.3LTS も含めて全ての LTS で使用できるようになっているということですね。ですので、テックストリームで開発しているプロジェクトだけではなく、LTS 上で開発しているプロジェクトでも移行を検討することができます。
また Unity 2023.1 においては、従来の Find Objects of Type はオブソリート扱いになっていて、コンパイル時に警告が出るようになっています。なるべく新しいメソッドに入れ替えてくださいねという警告ですが、いずれはエラーを出力するようになって、最終的には実装自体がなくなる予定です。ですので、可能であれば速やかに新 API に移行することをお勧めします。今回はこんな感じで Find Objects of Type の高速化について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。高速化されたとはいえ、重たいメソッドであることは変わりないので、使用を避けられるようであれば避けた方がいいっていうのは、まあ変わらないんですけどね。ただ、アプリケーション側のコードじゃなくて、汎用的なライブラリのコードなんかを書いていると、どうしても Find Objects を使わなきゃいけないってことは、まああるんですよね。そういった必要悪としての Find Objects において、少しでもこう、カルマを減らすことができるんじゃないかなと思います。ぜひ活用していってください。今回の動画が参考になったという方は、高評価やコメントをいただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。